マリアの一人でできないもん、はい、アストアドニー大奮闘どんぐり探索物語ということでですね、はい、今回のゲストはアドリブ兄さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ワイチャー3桁あるで。応援団としてね、やっぱ何をすべきかと思うんです、うん、でさっきも言った通り、まあ、いいや、9時にオープンして、うんうん、7時間打つわけじゃないですか、うん、マリアさんが何回死ぬか分かんないわけですよ、うん、そのために、うん、私、うん、デレレデレマリアはやっぱり熱いと噂の絆を打ちたいな。僕を、うん、ワンナップキノコに、おお、生き返るの何回も。食べてください、もういくらでも食べるそう、一応ねこんな感じで僕の役割はね、やっぱ何なのかなと思って。ちなみにこれ全く、はい、打ち合わせとか全くしてないんですけど、さっきびっくりしたよね。マリアさん緑の T シャツ着てると思って。実は私今日なんか緑なんですよね。しかも色合いとかめっちゃ似てるの。だからじゃあ本とか打ち合わせとかしてないの。びっくりした本当。そう、びっくりしてなんでと思ってやってるもんね。まあでもプライベートも好きならいいんじゃない。まあまあプライベートもプライベートももちろん好きですよ。なんかさ、自分でさ雑誌とかさ、はい、買っちゃう人は、はいはい、多分趣味で、はい、パチスロ好きなんだなーって感じがするわ。でそこで終わる。ちなみにね、55ゲームから打ち始めて今327ゲームなんですけど、はい、先ほど1回も引いてないから。どっかで、どっかでアラストより降ってくるから。やばい、これ本当に降ってくる、降ってくる。いや、本当ね、最近絆に嫌われてるんだよ。アウトドアの趣味は20前半まで。ケツドラムって楽器のパートあんの？
ヤギタンっすよ。初優勝確定、初優勝確定、おめでとう、初優勝確定、やった、イエーイ。鉄ドラム自体のが悪くなってるんですけど、鉄ドラムはそう、歌が流れる、いや落ちた、いや落ちた、うわー、
一連で落としたけど頑張ってますよ。じゃあベルでも何でもいいから引いてくれ。いやでもね、みんな全然最近ダメだったんだよね。これなんか引きたい。ここで記録しちゃうと番組終了なんじゃね。アドニーどう？ここで引けないのはマジやんか。リプレイ終わった。